はい、皆さんこんにちは。ワンダリングルージュです。今回はハーツ・オブ・アイアンをイタリアプレイ、もう対戦の末期になろうかというところになりますが、続きをプレイしていきたいと思います。で、前回ですね、ローマ含めたイタリア本土への敵軍の侵攻、これを受けているという状況を伝え、プレイしてきました。で、北からはですね、フランス、イギリス連合軍、南からもイギリス、フランス、これに加えてアメリカ軍が侵攻中で、常にイタリア本土の半分以上というか、大半と言っていいですかね、連合国軍に侵攻を受け、疾患しているという状況です。で、今ローマの市街戦に入っているという状況なんですが、ローマを疾患したらね、降伏しようかなと思っているので、なんとかローマを守りつつ、ここのところ何度かお伝えしている核爆弾の開発、核開発、核武装ですね。これをやっていきたいと思っています。で、そのためにはあと409日何としても持ちこたえなきゃいけないというところで、409日持ちこたえて、核武装をして、一発逆転、一矢報いるということをね、やっていきたいなというふうに思っています。で、その他の、状況もね、ちょっととせっかくなので見ておきましょう。まずアフリカ戦線なんですが、一時アフリカ大陸の約半分を占領下に置いていたイタリアなんですが、すでに、エチオピアをはじめ、ソマリランドも失陥し、残されているのはもうわずかですね。これの防衛ももう無理でしょう。イギリスに侵攻を受けるのは間違いないかなというところです。これがアフリカ戦線で、アフリカ戦線でいうと、もういわゆる枢軸国側に属していた国というのはもう壊滅状態、ドイツも降伏したというのも前回ありましたし、アフリカ大陸、アフリカ戦線はもう決着済みかなというところですね。で、頼みの綱である海軍、帝国軍ですね。帝国軍はちょっとこっちも実はかなり厳しい状況になっているのかなと思いつつ、まずですね、ソビエトとまだ帝国軍、本格的に開戦には至っていなそうなんですが、満州国の国境近辺にはもうソ連軍が張り付いているので、いつソ連軍が侵攻してきてもおかしくない状況なのかなと思うんですが、これに備えている部隊がいない。なので、ソ連が国境を破って侵攻してきたら、帝国軍は瓦解するんじゃないかなというところですね。で、さらに何が苦しいって、実はアメリカ軍に日本国本土含めて侵攻を受けてます。すでに四国の大半で、九州の一部、さらには本土の、中国地方が一部アメリカ軍に占領されてますと。さらにイギリス軍も侵攻中ということで、実は帝国軍ももうイタリアの支援に当たる余裕が全くないという状況に、ね、なってしまっています。で、僕の大好きなタイも同様の状況、フランス含めた連合国軍に攻撃を受けていて、それどころじゃないという状況ですね。いやー、本当にね、厳しい戦いになりました。こういう状況を受けて、今、ローマの防衛に当たっているというところになりますね。では続きをプレイしていきましょう。なんとかローマを防衛するにあたって、師団数が足りてないなっていうのはね、あるんですけどね。帝国軍の支援が期待できない今、海軍としてはすでに壊滅状態にあるものの、残された第一艦隊、これにね、なんとか踏ん張ってもらうしかないですよね。いやー、南からも北からも攻められて、ローマの疾患が時間の問題だな。となると、ローマに部隊を集中させた方がいいな。ちなみにこのイタリアプレイ、いろんなサイト拝見させていただいた中では、割と
割とですよ、割と初心者向けというところがあったので、まあ、今回ね、発音バイアンをプレイするにあたって最初に選んだ国ではあるんですが、実際ですね、序盤は、まあ、戦争らしい戦争といえばエチオピア戦線ぐらいで、特にですね、まあ、厳しい状態というのはなく、順調に前半は推移していたんですね。で、唯一の誤算だったのが、やっぱり、独ソ開戦。それと独ソ開戦からのドイツの、まあ、なんていうのかな、この後退の速さ、ですね。特に鉄資源をはじめ、ドイツからの資源の輸入に頼っていた部分が完全に頓挫してしまったことによって、まあ、師団への装備の配給が遅くなり、師団がどん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 弱体化していった挙句、イタリア本土の防衛に部隊を撤収するのにも間に合わずっていうね、この後手後手の結果が今の状況になってますんで、この状況をね、なんとか打開するまではいかなくても、少なくてもあと2年間、1年半、核開発が終わるまでローマの防衛をこの調子で続けたいっていうね、もうその一心ですね。ちなみに新たに兵を徴兵することは今となってはもうできないのかな？陸軍の歩兵部隊をなんとかトスカーナに。トスカーナに。なんとかトスカーナにな。1個でも多くの部隊を出したいんですけどね。そうなると師団の編成を見直した方がいいのかな。まずこういう無理なものはもう削っていくっていうね、その大胆な、もう歩兵部隊だけにしますか。溶かされそうですけどね。東京が陥落した？ああ、東京も陥落か。東京が陥落した今、日本軍はどうなんだろう。まだ抗戦するのかな？東京が陥落したっていうけどな、電撃的に侵攻を受けたのかな。東京陥落、確かに千葉から東京にかけて合衆国軍に進駐を受けてるな。イギリスと合衆国の同時進行に耐えられずという感じですね。帝国軍ももう終わりだな。そうすると首都を守ってるイタリアの方がまだ頑張ってるとも言えなくもないですよね。いやー、ここは本当に厳しい戦いになってますけどね。
で、一応この後なんですが、今ですね、実はこの当実況パウルゲームチャンネルの方では、ワンダとミカミックス、まあ、ご存知の方も多いと思うんですが、2人で、ゲーム動画の方をね、配信をさせていただいています。で、僕、ワンダの方ではですね、まあ、信長の野望、三国志、あと帝国の決断、それと今ご覧いただいているハーツ・オブ・アイアン4に加えて、現代大戦略のプレイもね、開始をさせていただいていますので、まあ、引き続き戦術系、戦略系のゲーム、僕の方でね、プレイをしていきたいと思ってますので、お楽しみ、引き続きしていただければ嬉しいなと思うんですけど、その他ですね、なんか面白い戦略系、戦術系もあって、ぜひ、まあ、ワンダー、僕にプレイしてほしい、あるいは、ワンダーでもこれならプレイできんじゃないっていうようなね、ゲームタイトルあれば教えていただければ嬉しいなと思いますので、ぜひぜひ、チャンネル、あるいは動画のコメント欄、もしくはツイッターの方まで、ご意見、ご要望含めて、お寄せいただければなというふうに思っています。で、あとですね、ちょっとこれも告知にはなってしまうんですけども、5月の20日土曜日、夜21時からですね、実況パウルゲームチャンネルの方で、ラジオライブ、ラジオ放送ですね、放送予定ですので、こちらもお時間ある方、もしくはね、ちょっとその時間見れないよ、聞けないよっていう方は、後日というか、後ほどすぐですね、動画の方で、配信もしますので、ラジオの方もぜひご視聴、ご覧いただければ嬉しいなというふうに思っています。で、直近のですね、ゲームの収録予定なんですけども、先ほど言っていた信長の野望、それに、あとは現代大戦略、あとハーツ・オブ・アイアン4も、まあ、引き続き、イタリアプレイをしたいなと思ってはいるものの、イタリアプレイが終了してしまった場合、いよいよ帝国軍、日本軍でプレイするか、もしくは僕の大好きなタイ、どちらかでね、プレイの方はやっていきたいなというふうに思っています。で、今言ったこのハーツ・オブ・アイアン、信長の野望、帝国の決断に加えて、現代大戦略のプレイも行っていきますよというところですね。あとはまあ時間を見つけて三国志ですね。あとは戦術系戦略ゲームとは少し毛色が異なっているんですが、ファーミスターをやっていきます。で、ちょっと実況動画は作ってはいないんですけども、パワープロアプリもね、プレイしていて、そのプレイ状況に関してはツイッターの方でちょいちょいつぶやいてますんで、パワープロね、ミカミックスしかやってないでしょっていうところはあると思うんですけど、ワンダー僕の方もパワープロアプリの方はね、やってますんで、興味ある方、もしいらっしゃれば、ツイッターの方を覗いてみていただければなというふうに思います。さて、戦線の方はどうかというと、いよいよ囲まれているな。ちょっとこれを見ると、もうローマの方に部隊は集中した方がいいかな。今、ナポリとかをね、守ってる部隊、一部いますけど、これをこのままここに残しとく意味はあまりないかな。なんとかね、してあげたいんですけどね。ただ、しっかりローマは守ってる。核開発完了まであと384日。この1年間こたえるの大変そうだな、持ちこたえるのが。ちょっとナポリを守っていた部隊たちは戻しましょう。ローマの防衛に戻しましょう。いやー、もう今やナポリを失陥したことによって港もなくなったから、もう戻るに戻れない状況になってんのか。いやー、より厳しい状況になってきてますね。ただまだローマ失陥してないぞ。ローマが残ってる限り。まだ抗戦意欲は衰えてない。
日本の様子もちょっと気になるんでね、ちょいちょい様子を見に行きましょうか。いまだソ連の侵攻は受けてないんだな。ただ、どうだ？東京から始まったアメリカ軍の侵攻を受けて、東北地方に進出を受けてますね。日本軍もかなり厳しい状況だな。東京を失ったっていうのはね、多分相当痛手なんじゃないかなと思うんですよね。日本軍としては。まあ、本当に次、帝国軍でやるのがいいのか、タイでやるのがいいのか、いやいや、お前の腕じゃまだまだそんな国は無理だっていうのであれば、ちょっとアメリカとかでね、のんびりまったりプレイするっていうのもありかなと思うんですけどね。まあ、いずれにしても、ハーツ・オブ・アイアン、本当に面白いんでね、まだ未プレイの方いらっしゃれば、ぜひ、ハーツ・オブ・アイアンはプレイしてもらいたいですね。なんとか首都ローマを守りきりたいけど、あと1年376日か。核爆弾の開発まで376日、持ちこたえられるか。さあ、ちょっと師団をここでもう最後の1個しかないので、この師団を1個にまとめ、この師団で国境の防衛全体に当たりましょう。もうこれは国防軍と言っていいでしょう。最後の師団、最後の軍ですね。28師団からなっているものの、その中身で言うと、ここに合流できてない師団もいくつか入っているはずなので、まあ、実際に戦闘に参戦しているのはこの半数ぐらいなんじゃないですかね。ちょっとこの後数は確認していきましょう。この国防軍、司令官は元帥に任せましょう。今、参戦している部隊、ローマ近辺に9たす5の14師団で、その他でいうと上から531、これ9師団ですね。さらにその下112で4師団なので、それなりに師団数が展開してますね。なので残りのこの師団でなんとかローマ防衛を図りましょう。核開発が終わるその時まで。今、アメリカ軍、イギリス軍、フランス軍にローマを包囲されている状況ですからね。まあ、イタリア国民を苦しめまいと誓ったものの、ローマを残す他のイタリアに関しては、ほぼ完全にと言っていいほど、連合国軍に侵攻を受けて占領されてますね、すでに。ではちょっとこっから采配とかっていうそういう話も、まあ残念ながらもうないフェーズにはなってるので、時間の進め方を早めましょう。
暗号化が終わったな。もう暗号化とかそういうフェーズではないかなという気もしますけどね。核の開発まであと371日。なんとか持ちこたえてくれ。何？イタリアが核開発始めたぞってなって、一気にね、その敵の侵攻が早まったじゃないかとすら思えますけどね。まあ、実際にはね、その海軍艦隊が壊滅してしまって、制海権を失ったことによって連合国軍に上陸を許してるんですけどね。さあ、アンツィオンも失ったか。残されているのがローマだ。まあ、史実ではイタリアね、主要な枢軸国の中では一番最初に降伏しましたけど、この中では最後まで頑張ってるからな。まあ、ドイツが脱落して、まあ、帝国軍はね、まだ降伏はしてないですけど、首都東京を失ってますからね。まあ、もうその継戦能力はあまり残されてないでしょう。さ、残り核開発完了まで362日、1年間切りましたね。1年を切った。あと362日、1年間、1年後には核武装ができるこの小国家になり下がったイタリアですけど、なんとかそこまで一矢報いたいな。核を持ったぞ、核があるんだっていうね、状況だとね、多分その和平交渉とか、まあ、このゲーム上は別にして、実際にね、核を持っていたら核を廃棄する代わりにとかね、そういう交渉もできるんじゃないかなとかって思う。まあ、このゲーム上ではないと思うんですけどね、現実世界でもしあれば、なんとか核開発が終わる1年後までこのローマを残り22師団で持ちこたえましょう。28師団いたうち6師団がすでに壊滅してるんだな。22師団からどんどん数を減らして16師団、15師団まで減ってる。ちょっとここで一度帝国軍の様子も見ましょうか。帝国軍も厳しい状態だな。北陸地方へさらにアメリカ軍の侵攻を受けてますね。まあ、合衆国があって、イタリア、ローマを残すのみだな。しかも残りの師団数が10師団。これは核開発完了までちょっと持たないかな。残念だな。残りの師団が1師団になりましたね。これでローマをついに残念ながら失いましたと。そして強制講和会議だ。
アジャクシオ条約。イタリアは傀儡化されましたと。イタリアが降伏、イタリアは占領しているソビエト軍からの圧力はもはや耐えられず、国全体が形骸化しているとムッソリーニが発表した。イタリア政府は追放されたということですね。で、これはローマ陥落ですね。フランス軍がついにローマに入城と。はい。というわけで、残念ながら、イタリアは降伏をしてしまったんですが、ちょっと傀儡化された、このイタリアの様子を最後見ておきましょう。イタリア連邦になってますけどね。シビリオ・バラトリーニみたいな名前の人が、なってるね。で、一応核開発もできるんだ。そしたら、一応ちょっと核のね、状態だけ見ときましょうか、最後ね。もう、敗北はしてしまいましたけど。しかも一応講和会議の結果、イタリアがもともと持っていたところの大半は戻してくれたんだな、イタリアに。これを見るとね。いや、非常にありがたいですね。はい、じゃあちょっと核開発が終わる360日後までざーっと進めていっちゃいましょう。ではですね、核を落とせるところまで進めてきました。核の研究が終わった後ですね、核の製造をするという工程があって、結局今1946年の1月ですね、になっています。すでに核を落とせる状況になっていて、10時間後にこのアプルッツォ、今カナダに侵略を受けているこのアプルッツォに核を落とすということで、やっています。ではちょっとね、核を実際に落ちるところを見ていきましょう。はい、というところでね、焼け野原になってしまいました。いかがでしたでしょうか。今回はね、イタリア王国プレー、残念ながら敗北してしまいましたけども、また違うところで、プレーをしていきたいと思いますので、お楽しみにしていただければと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。